矢筒城は長野県飯綱町にあった日本の城。一般的には、矢筒城は単に城山といい品の国民水内郡大田草の地頭、島津権六郎が居城したと伝えられている。中郷村氏では、矢筒城の初見は文化の頃の長谷寺演技に、矢筒城主、島津権六郎とある。島津権六郎については従来伝承的であったが、 平成元年小布施町の島津善太田が発行した、我が家の歴史島津屋の品の国関係島津市略系図の中に、慶州矢筒城主、天文22年神源に滅ぼさる、県六郎や断絶とある。したがって、この頃大田層の島津氏が城主であったことは、間違いないとされている。1880年に報告された、長野県庁孫氏によると、矢筒城山について、 東西四丁四十馬、南北三丁、二十八軒、周囲十丁、二十三軒三尺、高さ二百軒二尺六寸、道路二条、一は、本村東の方貧乏沢より上る。一は、西の方黒川村境より上る。峰頂忠に至れば石壁なお損す。中段空港空こうあり、下段に掘り跡及び、大手口ととなうるところあり、このところの高地をのみつ、 物古今銀鍋の血、陶器の片割れ等を得るものを覆う、これあり。英章の頃島津市居城、天文の頃これをこぼっという。峰に石祠あり同士を祀ると言い伝うとある。1678年の出井村畑保健地長に記載されている城山高地の全面積は約三端九世である。外堀は自然の八形を利用し、 西側の一部だけ台地を掘り割って作られ、全長約300メートル、幅約10メートルの空堀りである。内堀りは、全長約200メートル、幅約6メートルで、山頂に降った雨水を受け止めるがごとく、山根に掘られた空堀りである。頂上に、本丸跡があり、平和、観音の立っている台地は、初期のものか不明である。本丸に続いて、 東方の低いところに小木と言われる二の丸的な場所がある。帯るわは城の南側から東の斜面にかけて五段存在する。第四段角は広く平らで馬場であったとの伝承がある。ありがとうございます。